降水過程、降水過程、降水過程、プリシピテーションプロセスとは、大気から雲が生成されて、それが降るまでのメカニズムのこと。海洋、故障、陸地などから蒸発した水蒸気が大気中に含まれて、それが雲となり、雲の中の水滴や氷床が成長して、雨や雪などの形で降水が起こるまでの一連の過程を指す。また、この過程の中には、 霧として、地上の天候に現れるものも含まれる。降水過程は大きく分けて二段階ある。また、降水過程における水の状態、そう、固体化液体化によっても、大きく分けて二種類、細かく分けると三種類の成因がある。現在も通用している、降水過程のメカニズムが解明されたのは、二十世紀初頭のことである。ベルシェロン・フィンデセンの説、または、 表彰説などと呼ばれており、現在で言う、冷たい雨の雨粒の形成メカニズムを明らかにした。ドイツの地球物理学者、気象学者、アルフレート・ベーゲナーは、水が摂氏0度以下であっても凍らない過冷却の状態が存在すること、過冷却現象自体はそれ以前に同じくドイツのガブリエル・ファーンハイトが発見していた表彰の周囲よりも水滴の周囲の方が、 高和水蒸気圧が高いこと、氷彰は空気中の水蒸気を引き寄せること、といった説を1911年に発表した。これを証明したのが、スウェーデンの気象学者、トール・ベルシェロンである。彼は、霧に包まれたもみの森で、気温0度以下の時は木々に無表ができて、木々の間だけは霧が晴れ、氷気温0度以上の時は、木々の間にも霧が入り込むことを発見した。 これは、気温0度以下の時に、木々の間に入り込む霧は、過冷客で、飽和水蒸気圧の差によって、霧が蒸発して、無氷の成長に使われ、そのせいで、森だけ霧が晴れたからだと考え、1933年に、雲の中の水滴や氷床、雲粒の形成に関する説を発表した。そして、ドイツの物理学者、フィンデセンはこの説を完了して、 雨粒への成長過程を説明した。その後、氷彰にならずに成長する雨粒があることが分かり、これまでの説を、冷たい雨、氷彰にならない雨を、暖かい雨、として区別するようになった。暖かい雨のメカニズムを最初に、論文で発表したのは、アメリカのウッドコック、である。彼は、海上の空気には、海塩粒子、サイズが大きいエアロゾルが存在すると考え、 これを観測して他の研究者との共同研究も助けとなって雨粒の成長との関係を明らかにした。雲の元となる水蒸気がどんどんと凝結していき雲粒となる過程を凝結過程、凝結過程、コンデンセーションプロセス、または拡散過程、拡散過程、スプレディングプロセスという、簡単に言えば雲ができる過程である。一般的に雲は 冷やされるか、水蒸気が供給されて、下方和に達した、飽和水蒸気量以上の水蒸気が含まれた空気の中にできる。ただ、雲ができるためには、空気の中に雲核、凝結格、消化核がなければいけない。これがなければ、下方和に達しても、水蒸気は凝結せず、雲もできない。地球の多くの地域の大気には少なからず、雲核が含まれており、 過方は度1%くらいで雲ができる。雲核とは、エアロゾルと呼ばれる、微粒子のことである。吸湿性のあるエアロゾルは、凝結核の役割を果たし、その表面に水滴が凝結する。また、同様に消化核の役割を果たし、その表面に氷床が消化するエアロゾルも存在するが、このエアロゾルに関しては、吸湿性はあまり関係がない。こういったエアロゾルは、地域や、 高度によって濃度に差があるが、地球の大気に広く浮遊している。雲核に最初の水滴が凝結、または氷床が消化した後、しばらくは、さらに他の水滴や氷床が凝結や消化をし続ける。この時、その空気の気温と雲粒、初めて水滴が凝結した時点で、あるいは氷床が消化した時点で、これを雲粒という、の状態によって、 異なる成長を遂げる。気温が冷凍、氷点、凝固点。気圧変化にはほとんど関係なく、一定以上の時、雲粒は全て水滴である。この時、飽和水上気圧がどの場所でもほとんど差がない関係で、水滴の成長速度は非常に遅い。このため、水滴がさらに成長するためには、次の併合過程を経る必要がある。併合過程を経ずに、 空気中を浮遊しているのが雲であり、霧である。気温が0度以下であっても、0度マイナス40度くらいの範囲では、ある条件を満たさなければ水滴は、過冷却のままである。ある条件とは、空気や過冷却水滴内に、氷晶核が存在することである。氷晶核は4種類存在する。水蒸気がそのまま消化して、氷床となる、消化核。 水滴内に取り込まれて凍結させる非吸湿性の凍結核、凝結核と凍結核の両方の働きを持つ凝結凍結核、水滴に衝突して凍結させる非吸湿性の衝突凝結核である。少しでも氷床があれば、周りに大量の過冷却があっても、あるメカニズムによって氷床は急速に成長を遂げる。そのメカニズムとは、 氷床の周りと過冷却水滴の周りで、飽は水蒸気圧に差がある過冷却水滴の周りの方が圧が大きいことが原因で、過冷却水滴が蒸発しやすくなり、蒸発した水蒸気が氷床の周りに消化してどんどんと成長していくことである。これをライミングという。この成長時に氷床は雪として独特の形をした結晶を形成していく。 これにより、非常に小さかった雲粒は、急速に大きく成長するが、大きくなるにつれて、水蒸気の供給が少なくなるので、成長速度も遅くなってくる。しかし、この頃には、雲粒は、ある程度の大きさに成長していることが多く、次の併合過程に移る。雲粒がさらに集まって成長していく過程を、併合過程、併合過程、高エレセンスプロセスという、 十分な大きさに成長し、自身を浮遊させている上昇気流の力を上回る重さを得た蜘蛛粒は次第に落下を始める。この時、大量の蜘蛛粒が存在しているが、それぞれの大きさにはばらつきがある。大きな粒は落下が早い。このため、大きな蜘蛛粒は落下の際により小さな蜘蛛に衝突し、水滴ならば一つの大きな水滴に氷床ならば、 過冷却客水滴を蒸発させてその水蒸気を消化させながらさらに大きく成長していく。一方、例えば熱帯の海の空気の場合を考えてみる。空気に含まれる水蒸気の量が非常に多く、巨大な凝結核により形成された雲粒が多数ある。上、強い上昇気流によって飽和水蒸気量が大きな割合低下するイコール雲粒になる。 水蒸気の量が格段に多い。そのため、凝結過程を経た雲粒の大きさが一様に大きくなり、水滴同士の併合が効率よく進む。これにより、熱帯では、雲の発生から雨までの時間が短く、暖かい雨であるにもかかわらず、粒が大きい。また、上空の風は常に一定とは限らず、強まったりすることがあり、落下していた粒は、再上昇する。 この時、はじめは、氷床で落下の際に誘拐して、水滴となった雲粒は、再上昇の際に、再び凍結する。また、上昇、下降に関係なく、気温が0度前後の空気が、交互に分布している場合も同様である。これを繰り返すと、粒の表面に、さらに凝結、消化したり、他の粒がくっついたりしてさらに大きくなる。これが降ると、あられや氷になる。 ただ、雲粒の大きさがあまりに大きいと形が崩れて分裂してしまうため、極端に大きな粒はできにくい。水滴は3ミリメートルを超えたあたりで分裂しやすくなる。氷床のうち、雪の結晶も大きくなりすぎると分裂しやすい。一方、同じ氷床でも、あられ、氷、灯雨などは硬いため分裂しにくい。こうして、 最終的に地上に降り注ぐ。最初から最後まで液体の状態で降水過程を経て暖かい雲から暖かい雨が降るもの。固体の状態を経ないもの。例えば熱帯の海の空気の場合を考えてみる。空気に含まれる水蒸気の量が非常に多く、巨大な凝結核により形成された雲粒が多数ある。上、強い上昇気流によって飽和水蒸気量が大きな。 割合でデーカル、イコール空気中の水蒸気のうち、雲粒になって分離される量が格段に多い。すると、ライミングがなくとも、凝結過程での成長が早くなる。凝結過程で著しく成長すれば、戦術したように一様に大きな雲粒ができる。すると、併合過程での成長も大きい。これは、雲の中における雲粒の大きさ別分布と、衝突率の関係による。 半径が5マイクロメートル以下の小さな雲粒はほとんど並行せず、10マイクロメートル以上の雲粒蓋数と20マイクロメートル以上の雲粒小数であれば、衝突率は 10%15 マイクロメートル以上の雲粒�数と30マイクロメートル以上の雲粒小数であれば、衝突率は 50%15 マイクロメートル以上の雲粒�数と30マイクロメートルを大きく超える。 雲粒小数であれば、衝突率はほぼ100%と考えられている。さらに他の研究により、30マイクロメートル以上の雲粒ができなくても、20マイクロメートル以上の雲粒同士の衝突により、大きな雲粒ができるという報告もあるが、詳しくわかっていない部分もある。よって、このような条件が整えば、急速に雲粒が成長して大きな雨粒になる。一方、 凝結過程での成長が乏しければ、ほとんど成長しない。つまり、大気中の水蒸気量が多かったり、空気の上昇幅が大きければ、大粒の雨になりやすいが、逆なら霧雨にもなりやすい。地表付近で暖かい雲ができて滞留すると、凝結過程、併合過程ともに成長がほとんどないため、雲粒の大きさがほとんど変わらない状態が維持され、霧になる。 これが上空で起これば、騒音や高騒雲といった、消えにくい雲になる。成長初期の積雲も、暖かい雲であるが、晴天時に出ることが多く、再蒸発しやすいので消えやすい。途中で液体になる場合もあるが、主に固体の状態で、降水過程を経て、冷たい雲から、冷たい雨、氷粒、雪が降るもの。冷たい雲の場合、凝結過程でも、 十分に成長し、併合過程でもさらに成長する。ただ、氷彰は、併合過程での成長があまり著しくない。冷たい雨から、雲粒が誘拐せずに降ると、雪となる。これが誘拐し始め、雪と雨が混じった状態で降ると、みぞれ、完全に溶けると雨である。空気中に、氷彰角があり、気温が0度以下の場合、雲にはならず。 細氷が降ることがある。これには、風の有無や、湿度なども関係している。過冷却の水滴からなる霧が、マイナス30度を、下回るような低温になると、表昇格が少なくても凍結が始まり、氷切りとなる。また、過冷却の霧は、地上で無表を発生させることがある。最初から最後まで、過冷却の状態で、降水過程を経て、 過冷却水の雲から過冷却客の雨が降るもの。過冷却客の暖かい雨。非常に稀なケースであるが、空気中に凝結核があっても、氷晶核が少なく、気温が0度以下の場合、水蒸気が過冷却客の水滴として凝結し、それが、併合過程を経て、過冷却客の霧になったり、過冷却客の雨として降るものがある。これは、過冷却客の霧や雨の生因の中でもあまり多くない。 ケースである。暖かい雨と冷たい雨の中間的なもので、過冷却客は液体なのでかろうじて暖かい雲、暖かい雨に含めることもある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。